シャーン・タラクシタを描いた19世紀の絵画、シャーン・タラクシタは、ナーランダ大僧院に所属していた、インドの大乗仏教、中岸派の僧。チベットに初めてサンガが設立された、際の受戒者となったことで知られ、パドマサン・ババと並ぶ、事実上のチベット仏教の始祖である。リュージュの起こした中岸派の中では、有意識派に近接して行った、自立論章派に分類される。 中岸、有意識両派の調和を図ったその見解は、中岸総合章にまとめられ、広い学識は、心理功用に示されている。ザホル国の王子として生まれ、ジュニアアナガルバについて出家した。761年に、仏教の本格的導入を決めた、ティソンデチェン王に招かれたトバンに入るが、ポン・キの抵抗で、一旦ネパールに戻る。その後、771年頃に、 再びトバンに入り、パドマサンババと協力して775年にサムイエー、デラのイソを作った。本堂が完成した779年には、インドのナーランダ大学から、節一歳ウブの僧を招いて、6人の僧に戒律を授けて、教団を創設し、同時に、薬教事業のためサンスクリット語を教え始めた。 また、787年には、サムイエーデラの楽景法要を営み、やがて来たるべきサムイエーデラの就論を予言して没し,した。ありがとうございます。